動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。いい天気ですね、今日は。ただですね、残念ながら最近晴れた日に車を運転してるとちょっとテンションが下がることがあって、その原因がですね、これですね。自分のライフも6年目、もうちょっとで7万キロに達しようとしてるんですけども、いよいよライトが基板できました。で、このライフデザイン上ですね、運転している状態で基板だウインカーが見えるので、で晴れた日に運転してるとどうしてもテンションが下がります。ライトの部分はそうでもないんですけど、ウインカーの部分が特にね、まあもう曇って基板でどうしようもないっていうレベルではないんですけど、薄く基板できてるので、今回はこれを磨いてコーティングをかけてみたいと思います。これが今回用意したものです。ヘッドライトコーティングっていうといろいろやり方があると思うんですけど、耐水ペーパーで下地のもともとついているコーティングを磨いて落としちゃったりとか、バフかけたりとかいろいろあるんですけど、まあ、今回はコンパウンドで磨いてコーティングをかけるというやり方でやっていきます。また基板で来るようならクリアを吹いてみようと思っているので、今回はこれでやっていきます。まずファインコート、これでですね、汚れと水垢、あとワックス汚れとか、まあいろいろ書いてあるんですけど、汚れを落としていきます。で、一応これにもヘッドライトの黄ばみ落としって書いてありますね。で、その後このコンパウンド、これ1500番ですね、これで一応磨いて黄ばみを落としていきたいと思います。で、最後のコーティングはワコーズのハードコート復元キット、これを使ってコーティング行いたいと思います。基本的に最初に水洗いをするんですけども、今回はあらかじめ水洗いして乾かしておいたので省略します。コンパウンドをかけるので、ボディとかメッキ部分とかね、コンパウンドかけたくないところにマスキングをしておきます。1回目ファインコートで磨くのは終わりました。こんだけ結構取れましたね。でもまだ完全じゃないですね。これからコンパウンドかけていきます。コンパウンド磨き終わりました。まあこんな感じで多少取れましたね。ちょっとどのくらい映ってくれるか分かんないんですけど、左が今こんな感じですね。やる前です。これ磨き終わった後の右側がこんな感じです。綺麗になったんで満足してます。まあ症状がさほどでもないんで、ライトはちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあライトも磨いたんで、やる前の左側がこんな感じですね。で、磨いた後の右側がこんな感じです。そうでもなかったとはいえ結構綺麗になりましたね。で、これがワコーズのヘッドライト復元キットの中身です。詳しい説明書が入っていて、ベース処理剤っていう下地磨くやつが入ってますんで、この後もう一回これで磨いてやります。で、コート剤が入ってますね。で、あと、コート剤塗るためのスポンジがいくつか入ってますね。磨いてるところの映像ばっかりになっちゃうんでカットしましたけど、ベース処理剤での磨きまで終わりました。で、取り忘れちゃったんですけど、脱脂も一応やっておきました。ここまで来たので、コート剤塗ってコーティングしていくんですが、付属の説明書にね、塗り方等書いてあるんで、ここを読むといいですね。一番大事なのは乾燥のところ、12時間は雨、雪等の水滴がかからないようにしてくださいって書いてありますね。で、裏面に冬場とか雨降り、まあ梅雨時期とかっていうことになるのかな、乾燥を早める方法なんかも書いてありますね。左右コーティングし終わってね、マスキングも剥がしました。結構綺麗になって満足してます。あとは乾燥ですね。というわけで今回の作業は以上になります。ご視聴ありがとうございました。